見たいペコですか？ルール、今回のルール見たいですか？あなた方はケッケッケと思って来たペコでしょう。このねメンバーよ、このメンバーたちよ、ケッケッケペコーラを殺せるわと思ったペコでしょう。それではルール説明をしますね。あれ、これだ。今回あれですね、ゾンビの方々、前回は多分全然殺されなかったと思います。今回ダメージ全部に150当てました。一発で死ぬと思います。あーてかち、舐めてんじゃねえぞ。一発で待てりゃペコーラの勝ちってわけ。ペコだからな、逃げまくい、先生逃げまくい。ペコだよ、ペコーラにやられるからな。今回は、今回たちはあーてかち、ある意味不利だからな。不利、ルールをちょっと変えさせていただいたペコだよ。ペコーラ勝つペコだから、マジこれで、いやクズじゃねえペコだから、クズじゃねえ、これぐらいしないとダメだから、マジこいつらには。いや、運営はこちらペコだから、こっちがルール改ざんしているペコだから、当たらなければどういうことでもない。その言葉を覚えとけ、せいぜい。それじゃあ、それじゃあ第1回戦レディーゴー。起こしてください。
2番仲間を見せられない。見せるな見せるな仲間。よし大丈夫大丈夫みんなごめん、とりあえず前行け前行け前行け。見せちゃダメ見せちゃダメペコ。やばい痛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 いよな、これみんな死んじゃいそう。ペコだよな、やばいやばい痛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 い。逃げろ逃げろ、とりあえず逃げろ、とりあえず逃げろ。車で来いよ、ボコボコにしてやっから。蜂の巣にしてやるぜ。やばい車。やばい撃ちまくる蜂の巣です。たかが車で行きがってんじゃねえペコだよ。こっちはな、幾度の死も乗り越えたってわけペコだよ。おいみんなやめてくれ、最後はペコーラにやらせてくれ。ゾンビ一対一で戦おう。みんな止めてくれ、みんなペコーラ隊よ止まれ、拳銃止めてくれ。最後はペコーラ将軍とゾンビで戦わせてくれ。行くで。せめて人類に勝つの、人類の勝利ならペコーラも生きさせろ。
めるよ今回は。今回はごめん、ペコラの指揮が悪かったかも。ちょっと